1月21日、1月末で岡山ユノゴーベルの監督を退任する本田翠監督が岡山県庁に石井知事を表敬訪問しました。本田監督は10年間お世話になりました。ベルが強くなっていくためには応援する皆さんの力が必要ですため、石井知事は花束を贈呈し10年間を振り返り、中でもなでしこリーグへの昇格と全日本女子サッカー選手権での準優勝は忘れられません。県民に夢と感動を与えてくれたことに感謝します。これからも素晴らしい選手を育て日本のレベルアップに大活躍してほしいと激励しました。本田監督は2月からアンダー15日本女子代表コーチを務めます。